謝ることないよ。お前の仕事じゃないかな。謝ってたんですか。謝ってた。なんかね、本当に今まですいませんでした。全部間違ってました。北迫さんどうしたんですか。飲みますか。大丈夫ですか。謝ってないですよ。謝ってないんですよ。はい、もう誰にも謝らずにこう生きていこうと決めたんですあいつは。それもすごいけど。うん、もう9月も終わり。わあ。何ですか今の。今、うん、この日付を見たらびっくりしちゃった。ね、もう本当に9月もおしまいになっちゃいますよ。そしてこの時間帯ラストの放送。あ、そうですか。はい。なんかこっちも忘れちゃいそう。次回から金曜日の11時半からの放送。うん、日曜のね、この時間も、まあ本当にたまに聞いては、その、実況に参加したりして、うん、無視されて、誰からも、ああ、わしざきさんみたいな、誰からもないです、たまに書き込むけども、スッと流れていって、あれなんか、ご本人降臨だ感がもう全然ない形で、終わっていくんですけど、なんか書かなきゃよかったのくらいの。なんか恥ずかしいな、みたいな。終わっていくんですけど、いつも。僕もリアルタイムで聞いたり、うんうんうん、まあ、次の日ニコニコで聞いたりとかはしてるんですけど。そっか、じゃあ、今度の回は、割と、ね、うん、2日ぐらい、こう、早く始まるってことですよね。ああ、そっかそっか。そうなんですね、この後ね、次回はね。うん、うん、そうです、そうです、多分。ね。ね。ちょっと調べよう。え、裏にすごいのがいる？そうですよ、裏の。怖いよ。じゃあ俺。10月2日になりますね。俺、金曜日のそのあたりのテレビ番組調べます。あ、俺がすでにテレビ番組。あ、マジか。11時半でしょう。金曜。あ、でも金曜はね、そんな。いや、あるけど。なるほど。でもな、あ、なるほど、これやってる時間かっていうのがあんまないな。え、最近僕もあのテレビを、うん、この番組は絶対毎週見ようみたいなのがもうないっすもんね。うん、そうなんですよ。あ、意外となんかね、なんかうまく言えないけど、そんなにはない感じに見えますな。うん、まあ、それも言い方難しいです。言い方難しいです。太田白山ウイカの花つまみが11時23分から、はい、やってますけども。まあ、見ないかな。見るよ、ウイポン。俺は見るよ。うん、そうか、そうか。ウイカさんと知り合い。舞台に出ていただいたんで。そうか。はい。俺もだって、その、俺の舞台に出てたらそれ見ますよ。ウイカさんが俺主催の劇団の俺の舞台にそのウイカさんが出てたら俺も見ますけども。わしざきさん主催どんなのやるんだろう。いろんな人出てんだな、すげえな。いやちょっとね、ラジオの方はね、はい、調べ方が僕分かんなかった。、うん、でも普通考えるとその時間って何やってんだ。いきな夜電波とか言ってた時間。いやでもね、うん、あのそうそうたるメンバーとかじゃないんですか。金曜の11時半のイメージというか、なんかそんな感じですよね。なんか結構なやつやってるイメージですよね、うん、なんか先週に引き続きなんか思い出でしか喋れてないけども。吉野さんが今パソコンをカタカタと打ってますけど、うん、ね、どうしようもうこそ調べてたら、あ、じゃあね、あれソリティアだったらどうしましょう。それの中に急にソリティアを始めたら、あ、どうしましょうか、うん、いよいよ殴った方がいいと思います。グーでちゃんとはいっつってしっかり。コメディの殴り方じゃない、小亭の場所で殴るやつ、あれやった方がいいと思います。文化放送は A3 のラジオ。そんなもん聞いてねえんだよ。いやいやいや、俺誰が文化放送の話聞いてんだ。俺出る可能性あるじゃないですか。え、俺じゃあもう文化放送の A3 のラジオ出られないじゃないですか。いやいや、それは逆にその浅間くんがこれどうしても A3 のこうラジオ、うん、これどうしても出なきゃいけないということになったら、うん、その際はこっちの方が代役を立てますよ。こっちを、うん、仕方ないから。だってそれと裏番組どっちも出るわけにいかないんだもん。いや、 A3 だって A3 なわけでしょ。 A3 はでも、うん、20何人いますよ。 A3 って何？
A3 ってゲームです。ソーシャルゲームの、うん、でアニメもやりましたし、うん、その時間にそれがやってるわけだ。ただ24人のうちこう組み合わせが変わるんですよ。ああ本当だ、書いてあるわ。え、そうですね。じゃあどっかでやるかもしれないわけですよ。1ヶ月間やってるみたいなやつがありますか。白井くんと小沢くん、あ、もう浅野くん1回やってんだが、うん、8月、うん、波多野くんとやってる、はい、8月やりまして、9月が今。そうかそうか、ね、まあ、しばらくはないかもしれない。でもあるかもしれないから、うん、その場合はじゃあ逆にこっちに A3 から誰か呼びましょうよ。誰がいいですか。でも A3 でも知らないから、ちょっと待ってね。じゃあちょっと今見るね。わしざ今パッと見で、うん、うわ俺が好きな人、この人好きだなの人は、うん、日野くん。あ、やっぱり一番最初に日野さんって言おうと思ったの。日野くん、光太郎か、うん、畑野くん、小西くんは嫌いじゃないけどしんどい。小西さんってそっちの小西さんね。うん、小西くんはね大好きだけども、うん、そのがっぷり一対一でずっと喋るのはその逃げ場がない時はしんどい。小西さん二人いるんですよ。ああそうなんだ。には。で多分小西聖也くんの方は可能性あるけど。うん、そちらのしんどい小西さんっていうと、小西かっこしんどいが、小西かっこリウイが。は、もしかしたらまだ出てないんじゃないかな。いわゆるまあ、いや、小西くんが出てるから。あ、出てんだ。そう。そうそう。あ、ラジオです、ラジオです。そう。いや、ラジオにね、小西克幸と酒井さんと一緒にね、出てんだ。そう。3月に出てました。じゃあ24人どころじゃなくいます。ああ、そうなんだ。はい。へえ、うん、本当だ。ゲストさんも大石さんも出てるし、ヒゲドライバーさんも出てる。そう、大石さん僕と畑野くんの会の1回だけ出ました。うんうんうん、そうなんだ。だから、うん、そうだな。小西さんが出るってことになると、はいはい、もしかしたら名塚さんも可能性ありますよ。ああ、じゃあこっちに名塚ちゃんが代わりに来るかもしれないわけだ。その代わりに来るシステム生きてんのかな。そうか。A3 の他には何かやってたりするもんですか、その時間帯。月1でラブライブのオールナイト。ラブライブのオールナイトニッポン。ええ、全員じゃないですよね。え、それもすごいね。交代制ですよね、きっとね。うん、すごいな。すげえな。ちょっと待ってね、今ね、 TBS ラジオは荻上チキのセッション、ね、そうですね、セッション22が、これ移動してこの時間なんでしたっけ。そうですね、移動しました、ね、そうかそうか、ぶつけてきやがりましたよ。荻上チキさんは我々にぶつけてきやがりましたよ。知らないよ絶対俺のことは。のやのことを知ってる。いやいやいや、なやろそっか、うん、そうなるとこうパーって分かれる可能性ありますね。で今までは、そう、あれでしたけど、じゃあもう選ばなきゃいけないじゃん、 A3 かその荻上チキかそのラブライブか、ラブライブか、ラブライブか、強いな強いな。ミモリンの回なんてみんな聞いちゃうでしょ、うん、あー、そうね。吉田拓郎か。吉田拓郎さんも月1。俺だってたまに聞いてんもんそれ。おっと、あ、じゃあもしかしたら、うん、鷲崎さんのそのリアルタイムのつぶやきが、うん、吉田拓郎さんのこと。ああ本当だ。でもこれは我々がそのこの枠的には新参者ですから、はい、ね、今までのこのあれないものを出していかなきゃいけないわけです、うん、ラブライブの可愛さ、うん、荻上チキさんのその知的なところ、うん、ね、その拓郎さんの A3 のかっこよさ、そう、うん、知らねえからさ、かっこいいんだろうよ。でその拓郎さんのメッセージある、うん、ね、その一時代を作り上げた男の余裕とか、うんうん、と全これ全然かぶってない新しい魅力を我々は出さなきゃいけないわけですよ。ちょっと考えてみましょうか。考えてみましょうよ。無理だー。いける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 いけます。俺ね、そのね、やっぱ浅野くん気づいてないけど、はい、その熱いもん食って熱いってなってる浅野くんね、これね、今までトークの中でしか出てきてないけども、はい、皆さんにね本当にちゃんと分かっていただきたいなと思ってるんですよね。
何がですか。だからそのなんか石鍋スープみたいなやつを毎回そのあらららららから始まる番組うーん今日はチーズタッカルビでしたみたいなまあまあ同じリアクションになっちゃいますよ。でもそれでもいいんですよ。いいマンネリってのがあるんですラジオにはいいマンネリってのがあるんですよ。舌ベロベロに火傷しといてマンネリって言われるのその時はでもなんか猫舌の師匠としてね、ゆうまさんに出てもらいたいですけどね。猫舌師匠だったんだあいつ、うん、そうかそうか、体張るなね。まあまあでも新しい枠でその聞く人が新しく増える可能性もまあありますよね、うんうん、そうですね、ね、うん、ぜひ聞いていただきたいな、なんて。そうか、次回でね、次回から、ね、そう次回から、うん、どうします、自己紹介とかしますか。いつも通りじゃないですか。わかんない、でも急になんか先週まで全然違う人が喋ってたのに急に誰だこいつってなったでも鷲崎さんはほらはい、アコギファンクラブからのっていう可能性もありますよね。あ、本当だ、あぶねえ、うん、時間かぶるとこだ、あぶねえなんで俺が把握して、本当だ本当ですね。だから引き続きで、うん、楽しむかもしれないわけだ。そうそうそう、だから問題は俺なんです。そうですよね、そうですよね、うん、だから俺が、うん、あのヒットしたあのフレーズのあの人かみたいなね、ジャパンみたいなのがあればいやいやいや、郷ひろみだってそっから入んないですからなんかそういうなんか一つなんかこの人といえばこのフレーズみたいなのがあれば、あのっていうのが分かる。でも熱いの食べて、あーちーですよね大事なリアクションを人のやつで大丈夫ですか。もう渋谷ででしょ、ゴーヒョンに引っ張られ引っ張られですよ渋谷でゲリラライブで叱られちゃうんですよゲリラアチチでしょそうか、そうですよね、そうですよ、そうですよ、うん、今までやってた番組を聞いてた方が、うん、そのうっかり聞いちゃって、うん、そう誰だよ、うん、誰だよ、誰だよってなりますもんね、うん、なりますよ、なります、ガンつけてきてますよ。そう、あ、もう向こうはすでに、あーって、うん、俺が好きだった番組のところにお前何勝手に居座ってやがんだよっていう感じですよ。え、前は何をやってたんですか。前何やってたんだろうね。 2D ラブ、畑の寺島、うわー、これは嫌われるわ嫌われるわ俺なんで。恨みは深いですよこれ。そうか、なんで。でも畑野くんはほら、うん、ね、僕ら大好き畑野くんだから。そう、寺島くんはね、ね、ユーマが結構仲良くしてんじゃないかな。あ、違う、いや僕も違う、寺島くん何度も共演してますし、たくまくんはどっちだ。もう俺どっちもあんまり共演ないんだよね。純太くんではなく、うん、そうだよね。だからテラシーも何度も共演してますし、うん、でもね、共演してるからっつってね、そのもう本人たちはいいですけども、うん、そのファンの人たちはですね。そうなんですよね、うん、あいつと仲良くしないでほしいみたいなのもあります。ショック、ある、ある、そうか、一緒に写真撮っただけなのに仲いいのかなみたいな。ショックだな、それ言われたら。あります、まあまあまあ、でもタレントの宿命ですからね、うん、うん、愛し方はそれぞれある。たまたまツイッターみたいなものができてしまったから、それをこう可視化できてしまってるだけで昔からあったんだと思いますよ、そういうのは。でも畑野くんがこの時間やってたということは、うん、じゃあ先月の俺と畑野くんの A3 ラジオは、うん、かぶってたんじゃないですか。かぶってたの、かぶってたんじゃないですか。いいのそういうの。じゃあ俺も弾薬立てなくて、なんかまあみんなが問題視しなかったやつをそう掘り返すのやめよう掘り返すのやめよう、うん、ね、かぶるくらいならもう移動しまえっつって、ああ、うん、そうか、向こうが先に怒られるんだったらもう先に移動しまえって向こうが動いた可能性すらありますよ
ああ、そういうことか。ね、まあ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 、皆さんこう新しい時間帯、皆さんに好かれたいなと思いますけども、うん、特にそのために何かやることがあるとも思えないので、うん、いつも通りですかね。うん、そうですね。もしかしたらでもこう、時間帯変わることで、あのコーナーが復活するのもあるかもしれないですね。あ、そうね。まあまあ、時間帯ではあんま関係ねえけど。まあまあまあ。メール読みますか？なんか前回全然読まなかったしね。はい。はい、じゃあ引きます。はいはい。引けばいいじゃないか。はい。あ、ラジオネーム、センさん。センさんね。はい。浅沼さん、鷲崎さん、こんばんは。こんばんは。好きだったメロンパン専門店が突然バナナジュースのお店に変化していました。閉店のお知らせ等もなかったと思うのですが、うん、好きなお店だったので少々ショックでした。皆さんは好きなお店が知らない間に別のお店に変わっていた経験はありますか？いっぱいあるな。そうね、最近は特に多いんじゃないですか。あ、そうですね。それこそね、あの南電関電の話前回出ました。出ました出ました出た前回出ましたね。確かに俺橋崎さんとゆうまさんに聞いたんだと思うな、はい、南電関電が、はい、また復活して、私復活しましたしましたで、はい、また閉まったと。また閉まりました。でその時の理由が、はいはいはい、シャッターにこう張り紙がしてあって、はいはいはい、お化けが出るのでって書いてあって、お化けが出たから移転しますっていう、ビートたけしさん以来のやつですよ。そう、まあ他にも理由はあったんでしょうし、あれなんですが、お化けが、うん、お化けが出たらしいですよ。いやだからそれをもう閉まっちゃってるから、うん、え、どういうことですかって聞けないじゃないですか。お化けみたいな客が来たのか。いやいやいや、お化けが出たんだと思いますよ。本当に、うん、立ち食い寿司屋になってますけど、そこは今。あ、そうなんですか。うん、ラーメン屋さんの専門用語でお化けというのはなんかあるみたいなやつね。でもね、確かにね、そのなんか自分の好きな店が閉まっちゃう話は年を取れば取るほどさ、あるし、なんかよく言ってますけど、俺はもっこすラーメンっていう神戸のチェーン店が好きだから、うん、チェーン店を愛したということは割と幸せだったなと、うん、何年経っても絶対なくならないかどうか分かんないけども、うん、あるからと。個人店はやっぱり俺もう46、7になるわけですから、うん、ね、学生時代に愛してた店は普通に考えたら閉まって当たり前だなという、うんうん、そうです。思い出の味っていうのはずっとあるもんじゃ ないんだな、うん、というのが、うーん、悲しいけど、なんかチェーン店でも、うん、当時付き合っていた彼女とデートで行ったあの店もうねえんだ、もうちょっと寂しいですよね。はあ、まあ、大学時代なんで20年も経ってたら、はいはいはい、そうなっちゃうんですけど。そうかそうか、うん、そうね、あんま考えたことなかったな。うん、なんか確かに街の雰囲気変わってたりとか、うん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 、あとなんかこう歩いてて、うん、あのお店をその目印にして歩いてたのに、はいはいはい、あれって。わかるわかるわかる、うん、なんかそれがね、うん、ちょっとだけ寂しくなる。あのドワンゴのスクール行くときに焼肉をぐらい言う子曲がったのになみたいなやつでしょ。もうねえじゃんっつって。あれドワンゴのスクールが分かんないよこれじゃなんて。懐かしい焼肉をぐらい言う子一回だけ行ったな。でビデオ安売り音とかあってさみたいな。あれでしょ。一回だけ行ったな。なんかどこだったか。おぐらい言う子いました。いやいないんですけどもちろん。たまたまなんかねそこね、うん、焼肉屋さんが2つあって。うんうん、で片っぽ行こうとしたら、うんうん、今、お待ちになると思いますけどつって結構待つみたいないうこと言われて、うんうん、って隣見たら焼肉小倉優子って書いてあって、ちょっと入ってみようかなって店員さんがみんな語尾にリンコつけてた。こちらおしぼリンコになります。そう、めっちゃ面白くてもうずっと笑いこらえてて、だけどまあ店員さんからしてみたらお前小倉優子好きなんだろうと。そうだよね、そのルールに元入ってきてんだから、ね、お前何笑ってやがんだよになっちゃうから、うんうんうん、僕我慢してたんですよ、うんうん、そしたらまあ注文して、うん、そしたら「あ、すいません、お手洗いってどこですか？」って、「お手洗いはまっすぐ行って突き当たり右に曲がったとこです。リンコつけねえんだ」と思って。それ語尾に「リ」がねえもの。それで笑っちゃって。確かラーメン藤崎菜々子とあったんだよね、うん、あ、ああいうタレント名義、うんうん、今ないんですかね。今どうなってるか分かんないですけど、最近、うん、串カツ田中が、うん、串カツ宮迫に
あ、マジで？あの短い時間だけ名義を、うん、へー、なんか多分 YouTube の企画かなんかなんでしょうね。そうだったんだ。いくらかお金を払うと、あ、なるほどね、この期間だけ、あの串カツ宮迫になります、ね、なんか今そういうなんて言うんだろうな、なんか芸能の、うん、なんかなんて言うんだろう、芸能のそういうバカバカしいのを引き受けながら、うん、ああいうなんか店舗展開してくれそうなタレントさんいないのかな。だってもう焼肉田村はもう違いますもんね。もう違います違います、うん、違います、あれが本業というか。そうですそうです。たっちゃん漬けも違いますもんね。次元全然違います、うん、やっぱりその焼肉小倉優子の、うん、私は名前を貸してるだけですよっていう感じがいいんです。あ、 CR 感ね。そうですそうです、そう、それが欲しくないですか。ああ、いいですね。ちょっと何、誰だったら俺行くかな。逆に今のタレントさんが分かんねえからな。逆に1日だけは柴崎さんもやってほしい。なんか何屋ですか、焼肉。なんだろう、柴崎さんといえば、柴崎さんが出してたらうまそうって思うもの。お好み焼きか。ああ、鷲崎焼きですね。うん。お好み焼き鷲崎ね。うん。うん。でもそれあんまり中身が何したらいいか分かんないですよ、俺は。それ、俺が店長の店に行きたいってことじゃないですか。俺が出してる店。ああ、そうか。そうでしょ。焼肉小倉優子は小倉優子いないんですよ。だし、焼いてないですもんね。肉仕入れたりしてない。そう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 。でも、それでも行きたい感のある、その、ちょっとなんていうの、うさんくさいって言うと悪口だけど、なんかそういうタレント、なんかその今少ないからな。お店もお店でそのモデルがやってる服屋とも違うんですよね。だってそれは絶対デザインとかにプロデュースに関わってますもんね。藤田ニコルの、アパレルショップは絶対違いますもんね。藤田ニコルか。藤田、焼肉藤田ニコル、なしじゃねえな。なしじゃねえな。え、だったら滝沢カレンじゃないですか。ああ、そうですね。焼肉滝沢カレンはちょっと躊躇しますよ。そうね。そうね。ラーメンユンソナ。フル。なんで焼肉であれ。焼肉であってよ、本当にそこは。なんだろう。ねえ。そういう系の人、フワちゃんとかはやりそうですけどね。ああ、ちょっとすごいガテンがいくな。ガチャガチャした感じの内装みたいな。なるほどね。いいですね。なんかそう、そういうのがあっても、うん、1枚引きましょう。じゃあ任せ、上から3枚目。上から3枚目。上から3枚目。こちらになっております。いいよ、読みましょう。ラジオネーム星狩り。欲しがりません、ブスなので参加いただきました。そんなことないよ。ケツの穴の、おぉ、紳士。ケツの穴の小さい男の話ですが、お、萎縮すると体が縮こまり、ケツの穴がキュッと緩まるため、度胸がないとか気が弱いとかいう意味なのではないかなと思いました。度胸があってもケツの穴が広がることはないので、逆にケツの穴が大きいという褒め方はしないのではないでしょうか。PS、調べたら全然違いました。以上です。本当の答えは書かないところがいいね。なるほどね。武田信玄もね、その自分のその金玉見せながらさ、見ろ、全然縮こまってないだろ戦場で。でも同じですよね。ケツの例えで、もうなんかもう後ろから前からね。ごめんよ、畑野くん。でも一方であれじゃないですか、もう、ケツの穴を閉めて、やれ、みたいなことも言うじゃないですか。一方で言うと、まあ、そういった意味合いじゃないですか。そう、閉まってないやつは、あ、そうか、そうか。ビビったらケツの穴がキュッて閉まるって言ってるのと、うん、ケツの穴を閉めて頑張るか。うん、ああ、なるほどね。ああ、これそうか。そして信玄はあれですもんね。リラックスをしているという意味ですもんね。うんうん、ビビってないぞ、割と。あ、これ難しいですね。ね、こればっかりはちょっと、調べた正解を聞きたかったな。これはなんとかなりませんかね。左に置いてあるそれを使え。そのスマホとやらを。これはだって、そのメールを受信したり送信したり、ピザを頼んだりするときに使うやつですもの。鷲崎さん、ピザ頼むんすか？ピザをね、めちゃめちゃ久しぶりに頼みました、この間。ただ、もう俺、未だに電話なんです。うん、
電話に頼んじゃうの、うん、俺もなんかもはや今もうパソコンでもう全然頼めるじゃないですか。いわゆるウーバーイーツ的な、いやウーバーじゃなくてもそのそのピザーラだろうがドミノだろうが、ね、そこのそう、うん、ネットで頼めるんですよ。待ち時間何分みたいな。だから向こうも正直言うけども今日日電話で注文するやつなんてジジイだと思ってるはずなんです。そう思われてるの、俺も店舗でうわ電話鳴ってやんのってまず思うと思います。ああなんかじゃあお前誰か出てよ、 どうせジジイだからめんどくせえよえー、俺なんつって、じゃあ順番的に俺ねなんて、はいもしもしなんてね、変な声してみたりもしもし、はいはいそうですピザンジナビア航空ですみたいなやつがそのまま知りませんよ後ろで爆笑しててバイト仲間が腹立ってきたやろね、でそのまあ頼むじゃないですか、うん、ちょっと待ってくださいねなんて、何々の、M が1枚で、え生地選ぶんですか、ごめんなさいちょっと待ってね、じゃあこの普通のやつ普通のやつみたいな、普通のやつとは何々でよろしいですかみたいな、ですねみたいなのが、えあのクリスピーっていうのがあの硬い、うんうん、固めの生地で、えいつものやつなんだろう、でも普通のやつ、普通のやつ、普通のやつパンピザです、ね、じゃあそれそれ、はい、それとごめんちょっと待ってね、サイドメニューっていうのがあるでしょ、サイドメニューっていうのが、はい、ごめんちょっと待ってね今調べるね、ああ一回消えちゃった、はい、ごめんなさいちょっと待ってくださいね、ポテトとナゲットなどがございます、いやいやいや、知ってる知ってる、などがあるのは知ってる、はい、みたいなのをやるわけじゃん、はい、電話だと、うんうん、だからね嫌がられてると思うな。僕はポストの中に入ってるあのチラシみたいなやつで、いかがわしい、いかがわしい、いかがわしくないよピザだよ全部いかがわしいチラシでどうやってピザ注文するんですか、友人先生の絵を勝手に使ってるやつでしょまさかまさかこの時間帯最後で友人先生が無断使用している話で終わっちゃうそうだからチラシで見ながら注文するから割とご迷惑おかけしてないつもりですけどね。いや 俺はご迷惑おかけしたくないから、うん、その一回ねそのピザを 選ぶんですよ、これを頼むぞってもう決めてから電話するのね、なるほどこれだって決めて、うん、でもねその生地を選ぶのもサイドメニューを選ぶのも、うん、他のページに行かなきゃ分かんないんですよ、ああなるほどそうなるほど、そうだから一回窓を3つぐらい立ち上げてちゃんとしてる、ちゃんともう気遣い屋さん僕はねチラシで頼むもんだから、頼んだらないって言われてえって言うと、あそれ 2ヶ月くらい前のチラシですねみたいな、もうどうにかなんないかなパソコンを覚えるだね、だからそう我々はもう本当そうだ、ね、ピザ業界からもジジイと言われてますよ今週の放送はここまでバイバイ、やだよ始めんだ世代じゃねえ歌う歌うんだ、愛して味わかんねえ酒飲む